こんにちは、シンです。今回はアイアン片手打ちで飛距離アップするコツについてお話ししていきます。プロゴルファーの堀川みくむプロも YouTube で言われてたんですけど、左手の片手打ちで最大飛距離の80%までは飛ばせますと言われてました。これは両手を握った時に通常の飛距離が7番アイアン150ヤードぐらいの方だと、片手でも130ヤードぐらい までは飛ばせるっていう計算になります。ただ実際は片手打ち練習をした時にそこまでうまく飛ばせないですっていう方が多いと思います。腕ばかり使ってしまうと片手打ちでうまく打てない状態になってしまうので今回は下半身を使って片手打ち練習をしていくコツを解説していきます。動画の最後では片手打ち練習で飛距離アップしていく練習ドリルをお話ししていきますのでぜひ最後までご覧ください。 片手打ち練習のポイントは2つあります。1つ目のポイントは下半身の使い方です。でまず片手打ち練習をしていくときに素振りをしながら両足をステップしながら素振りしていきます。でこのステップしていくときに重心を右、左と移動しながらクラブを動かしていきます。で片手打ちで打っていくときは腕でクラブを振っていくっていう感覚ではなくて 下半身、足をステップしながら重心を右、左、揺らすときに遅れてクラブが揺られるような状態。この形を作っていきます。注意点はクラブの動くタイミングと足のステップのタイミングが同じにならないように注意します。ステップのタイミングが同じ状態っていうのは右足に踏んだときにクラブが右に動く。左足を踏んだときにクラブが左に動く。この状態だと 重心移動のタイミングとクラブの動く方向が一緒になってしまうので、体が左右に大きく揺られてしまいます。この状態だと腕の力もすごく使う状態になってしまって、体の軸の位置も左右に移動してしまうので、片手打ちでうまく打っていくというのが難しくなってしまいます。正しい下半身のステップのタイミングと重心移動のポイントとしては、クラブが動くよりも先に右足を踏み込んでいきます。 右足をステップしてクラブが動く。左足がステップして前に振っていく。右足ステップして戻る。左足踏んで前。右足踏んで後ろ。左足踏んで前。このようにクラブが動いていく前に下半身のステップを入れていきます。そうすることで下半身の重心移動を先に作っていって、それにつられて腕やクラブが後から揺られるような状態。 この形を練習して下半身で片手打ちを打てるようにしていきましょう。片手打ちのポイント二つ目は、クラブの初動の動かし方です。クラブの初動というのは、構えた状態からクラブを最初に動かし始める。このタイミングを初動と言うんですけれども、このタイミングで腕でクラブを上げてしまう状態になると、その後も腕で打ってしまう。下半身で打っていくことが難しくなってしまいます。 正しいクラブの初動の仕方としては、反動をうまく使っていきます。反動っていうのは構えた時のこの手元ですね。手元をまず大げさに動かすと、最初に目標方向に動かします。上げる方向の反対に動かしてから上げていきます。もう一度やっていくと、手元をまずは目標方向に動かして、その反動で上げていきます。 一度手元で反動をつけてから上げていくとその後がすぐ振り子の運動を作りやすくなってきますこの初動の動かし方ができると最初のポイントの下半身のステップでクラブを揺らしていくこの動きにつなげやすくなってきます最初の反動をつけるこの動きの量っていうのはあまり今度多いとクラブの軌道が不安定になってしまうことにもなるので慣れてきたらこの反動の動かす 量っていうのはすごく小さい動きにしていきます手元を1センチぐらい目標方向に動かしてその後上げていくスイングの初動で反動を少し使うこの上げ方から下半身のステップ打ちこの動きにつなげると片手打ちを下半身でうまく打っていくことができて安定しやすくなってくるので ぜひ試してみてください。最後に片手打ちの飛距離アップ練習ドリルについてお話ししていきます。クラブは最初はピッチングウェッジぐらいから始めていきましょう。ポイントは2つです。1つ目は両足左右をステップしながら連続素振りする。注意点は右足のステップをした後でクラブが動く。左足のステップの後でクラブが動く。 ステップが最初でその後にクラブがついてくるような状態を意識して素振りしていきましょう。二つ目のポイントはクラブの初動のポイントです。最初に反動をつけて上げていく。その後下半身のステップにつなげていきます。手元で反動をつけたら右、左。素振りでイメージができたら小さい振り幅から打っていきましょう。反動をつけて右、左。 で振り幅徐々に大きくしていきます。反動をつけて右、左ピッチングエッジでうまく打てたら徐々に番手を上げていきましょう。実際に7番アイアンで打っていきます。今まで左手で150ヤードほど飛距離を出していきました。 片手打ちの飛距離で最大飛距離の80%までを打っていきます。最初はなかなか7番アイアンで150ヤードを打っていく方が、片手打ち、左手打ちで130ヤードを打つというのは難しいと思うんですけれども、短い番手で小さいスイングから練習していって、左手の片手打ちで7番アイアン130ヤード実際に飛ばせるようになってくると、その時にはマックスの距離が伸びていく可能性が高いです。 7ー屋の距離が160ヤード飛ばせるようになってくる。そうすると80%の距離が今度130から140ヤードに上がるので、140ヤードに向かって左手片手打ちでまた練習をしていく。実際に左手の片手打ちで140ヤード飛ばせるようになってくると、またマックスの距離が165ヤード、170ヤード伸びてくるっていう状態になってきます。左手の片手打ちでうまく打てている状態っていうのは、下半身の力を使ってスイングも綺麗になっていく可能性が高いので、 ぜひ練習で試してみてください。今回は片手打ちで飛距離アップするコツについてお話ししていきました。まとめていくとポイントは2つです。ポイントの1つ目は両足のステップを使ってクラブを揺らしていく。ポイントの2つ目はクラブの初動を少し反動をつけてからステップをしていく。 練習の時には頭の中で短い言葉を思い浮かべていただきながら練習すると再現性の高い練習がしやすいですで。今回の合言葉は最初に反動が入って右、左、右、左とステップしていく。最初に反動が入って右、左。反動を右、左。反動を右、左。 この言葉でイメージしていきながら練習してみてください。コメント欄では動画の感想やスイングの疑問相談などをぜひ募集します。このチャンネルではレッスン動画の配信をメインにしています。今回のポイントが参考になったら、いいねやチャンネル登録していただいて、また見ていただけると嬉しいです。ここまでのご視聴ありがとうございました。それでは、さようなら。